こんにちは、フィールドミュージックスクールの森田です。今回はアクセントの2つ目としまして、拍の表にアクセントをつけてみようということでやっていきたいと思います。以前アクセントの1の方の動画では、アクセントをつけるための4つのストロークについてお話をさせていただきました。今回はその4つのストロークを使ってアクセントを実際につけていく、どうやったら、アクセントがつくのかなっていうことをやっていきたいと思いますので、まだアクセントの1の方をご覧になってない方は、そちらの動画をご覧いただいてから、こちらの動画を見ていただければと思います。ではまず1つ目に、まずタップストロークを叩いていきたいと思います。自分のドラムの音量の中で、一番小さい音、なるべく小さい音でまずは叩いていきます。その音量から、大きな音量、フルストロークまでの、音量の幅をしっかりと持たせるために、まずはタップストロークだけで叩いていってみましょう。ここでは、バスドラムの音量が少し大きいように感じるかもしれませんが、実際アクセントをつけて叩くと、タップストロークの音がすごく、ちっちゃく叩かないといけないので、最初はちょっと大きいかなと思うぐらいでも大丈夫です。ですので、まずはしっかりと手の方はなるべく音量を小さく、だからといってストロークが甘くならずにしっかりと一打一打叩いていく、そこを意識して叩いていってみてください。では次にフルストロークだけで叩いていきます。同じように16分音符で叩いていってみましょう。ここでは、自分が今叩く、しっかりとしたなるべく大きい音で叩いていっていただきたいと思います。小さい音と大きな音、その音量の幅がしっかりとアクセントをつけたように聞こえてくる、形になるので、しっかりとここは大きい音、小さい音、しっかりとメリハリをつけて叩いていきましょう。では今度は8ビートを混ぜて、8ビートからまずはタップストロークで1小節のフィルイン、また8ビートに戻って今度はフルストロークで1小節のフィルインを叩いていってみたいと思います。まずはしっかりと小さい音タップストロークと大きい音フルストロークの差をしっかり出していきましょう。ではここからタップストロークと、フルストローク、それを、つなぎ合わせるアップストロークとダウンストローク、こちらも混ぜていってみたいと思います。では右手で8分音符で叩きながら1拍目の頭にアクセントをつけていきたいと思います。1拍目はアクセントがつくのでダウンストローク、その後にタップストローク、2拍目3拍目はタップストロークで小さな音を出します。4拍目はタップストロークを叩いた後に4拍目の裏でアップストローク、そうするとまた1拍目に
ダウンストロークという形で叩いていきたいと思います。まずはゆっくりやってみましょう。次に2拍目の頭にアクセントをつけていきましょう。1拍目はタップストロークから始まり、1拍目の裏でアップストローク、2拍目でアクセントをつけるのでダウンストローク、2拍目の裏はタップストローク、3拍目4拍目もタップストロークで叩いていきます。ではやってみます。次に3拍目の頭にアクセントをつけていきたいと思います。1拍目はタップストローク、2拍目の表もタップストローク、2拍目の裏でアップストローク、3拍目の頭でアクセントがつくのでダウンストローク、その後に4拍目はタップストロークという形になります。ではやってみましょう。では4拍目にアクセントをつけていきたいと思います。4拍目にアクセントをつける場合には、まず1拍目2拍目はタップストローク、3拍目の表はタップストロークで、3拍目の裏にアップストローク、4拍目の頭はダウンストロークでアクセントがついて、4拍目の裏はまたタップストロークになります。ではやってみましょう。はい、4種類、1拍目と2拍目、3拍目、4拍目、それぞれ拍の頭にアクセントをつけてみました。実際にはバスドラムを四分音符で踏みながら叩くことが多いかと思うので、実際に、足でバスドラムで四分音符を踏みながら、今の4種類のリズムを叩いていきたいと思います。8ビートを叩いた後に、1拍目の表にアクセント。また8ビートに戻って、今度は2拍目の表にアクセントという方に4種類やっていきたいと思います。少しテンポも上げていきたいと思います。
はい、今アクセントを一つずつ拍の表側に入れていきました。ここではタップストローク、アップストローク、ダウンストローク、この3種類のストロークを使ってアクセントを使っていきました。次に今度は左手も入れて16分音符で叩いていきたいと思います。左手はすべてタップストロークで叩いていきましょう。そうするとすべて16分音符になっていくかと思います。一つずつまず行ってみたいと思います。まず一拍目の頭にアクセントをつける形。次に2拍目にアクセントをつけていきたいと思います。次に3拍目の頭にアクセントをつけていきたいと思います。では4拍目の頭にアクセントをつけていきたいと思います。はい、では8ビートと一緒に、今の4種類フィルインで叩いていきたいと思います。アクセントをつける前の音やアクセントをつけた後の音が、アクセントが残りやすくなるので、しっかりとアップストロークも小さな音でアップストローク、ダウンストロークの後のタップストロークもダウンストロークを叩いた後にしっかりタップストロークになるように、音量の幅が、しっかり出るように意識して叩いてみると、すごく良くなってくるかと思います。では、やってみましょう。では、この4種類のアクセントを続けて4小節、1小節目は1拍目にアクセント、2小節目は2拍目にアクセント、4小節を、続けて叩いていってみましょう。8ビートから叩いていってみます。いかがでしたでしょうか。今回は、右手のアクセント拍の表に入れていくアクセントを叩いていってみました。
これも、2つ続けて叩いたりとか、1拍目と2拍目、にアクセントをつけて叩いたりするとまたストロークがちょっと変わってくるので、次回はそのあたりもちょっと叩いていってみたいと思います。このチャンネルではドラムの知識や技術などドラマーとしてのスキルアップを目指す方にそのスキルアップのコツをお伝えしています。少しでもこの動画が役に立ったな、参考になったなと思われる方はグッドボタン、あるいはチャンネル登録よろしくお願いします。では次の動画でお会いしましょう。